コリン・リチャード・モランは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ウエスト・チェスター軍ポート、チェスター出身のプロ野球選手。右と左だ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。実刑は同じく、メジャーリーガーのブライアン・モラン。元メジャーリーガーの BJ サーホフとリックサーホフはおじに、当たる。2013年の MLB ドラフト一巡目で、マイアミ・マーリンズから指名され、プロ入り。 この年は、参加の A 級グリーンズボログラスホッパーズでプレイし、42試合に出場して、2014年は A 級ジュピターハンマーヘッツでプレイし、89試合に出場して打率、294.5本類が33打点、1盗塁の成績を残した。ヒューストンアストロズ時代2014年7月31日に、ジャレット・コザーとエンリケ・ヘルナンデス。 オースティン・ウェイツとのトレードで、ジェイク・マディスニック、フランシス・マルテスと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後は、参加の AA 級コーパス・クリスティ・フックスでプレーし、28試合に出場して打率。304.2本塁が、22打点の成績を残した。2015年は、AA 級コーパス・クリスティで96試合に出場し、打率。百六点九本塁打、 67打点、1盗塁の成績を残した。2016年の開幕は、トリプル A 級フレズノグリーズリーズで迎え、5月17日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。翌18日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。メジャーでは9試合に出場し、打率。130.2打点を記録。なお、フレズノでは117試合に出場し、打率。 2 5 9 1例本塁が69打点3盗塁124三振だった。2017年も開幕はトリプル A 級フレズノで迎え7月18日にメジャーに昇格し7月21日のボルチモアオリオールズ戦でメジャー初本塁打を放った。しかし翌22日の同カードで左方と目にファールによる打球を受け負傷し 7月23日に10日間の故障者リストに入った。9月に入ってもメジャー昇格はせず、9月19日に故障者リストから復帰した。ポストシーズンは25人枠に入らずシーズンを終えた。メジャーでは7試合の出場で11打数4安打、打率364だった。2018年1月13日にゲリットコールとのトレードでマイケル・フェリス、 ジョーマスグローブ、マイナーリーグ所属選手1名と共に、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。ありがとうございます。